こちらです、ドン。ハラハラ展開に大興奮、太田光 VS 三谷幸喜。これも面白かったですね。これもだから本当ハラハラしながら見てて、三谷さん怒っちゃうんじゃないかな、ちょっとドキドキしましたね。同じ大学の先輩後輩関係にあたるという三谷と太田。学生時代からスターだった三谷に対し、太田のジェラシーが大爆発したのがこの回。忙しいでしょ、大ヒットで映画ね、素晴らしいですね、あの映画。あの子見てないですよ、あの子は。僕本当に見ましたよ、記憶にございません。本当ですか、ありがとうございます。いや、で、ありがちだよね、その総理がさ、本当の記憶喪失になっちゃうみたいな。なんでファイティングポーズなんだよ。僕ちょっとわからないんですけど、この方はとても僕のに対してこうなんかあれじゃないですか、相手してないですよ、攻撃的というかね。そう、でも本当は僕のこと好きじゃないですか。ああそうですよ。まあそうだね、多分ね、憧れてるんですよ。羨ましいから噛みついちゃうんですよ。どうしていいかわかんない僕ね。だから羨ましいんですよ、確かに。そうそう、あんな緩い映画で。緩くないよ。いつもきっちり細かい台本のね。全然苦労してるイメージない。まあ、苦労ではないけど。苦労ないよね。まあその下積みで頑張るぞみたいなのはなかったですけども。そうですよね、結構人脈で上がってった方ですもんね。違う、ちゃんと面白で上がってこられた方だわ。人脈ですよ。やっぱり猫が好きは面白いなと思って見てたから、はいはい、したらクレジットが三谷幸喜だったから、あの野郎また、あの野郎って言い方はないけどね。なんか適当なね、なんか左手で書いたような台本で、あとだってほとんどアドリブでしょあれ。でもあれは結構きっちりめに書いてらしたんでしょ。まあ適当ですよ。いいんですよ。なんであの男に気を入れようとしてらっしゃるんですか。立ち位置がわからないんで。いいんですよ、バーサス関係で。なんで若干2対1みたいになるんですか。あんま好きじゃないんですか。もう彼のね顔を見た瞬間に僕テレビ切る。そしたら、それも好き。いや、そうだからこれを見て僕もちょっと怖かったんですよね。このあの最初にゲスト来る時に太田さんに、お前なんてもう知らねえよみたいなこと言われたら、こういう風なこう三谷さんスタイルでこう思ったんですけど。いや、あれには何ですか、いろいろあってのあれです。いろいろそうだよね。そう、ディスられたらそういこうと思った。その見本となる回で、よくディスられるかもっていう番組来ましたね。本当だよね。ただ太田さんってもう絶対的に強い人にしかこう噛みつかないっていうか、もう三谷さんを認めてるから、俺が何か言ったところで三谷さんの地位が揺るがないだろうっていう存在だから言ってるっていう、そこは多分あると思うんですよね。なんか本当にこの太田さんが悪口言ったらちょっと揺らいじゃうような人には絶対言わないんで、もう絶対的な、またがジブリとか村上春樹作品とかなんか言いますけど、あれはあの認めた上で権力に噛みつくってことですね。そうそうそう、だから三谷さんのこともあんだけ言ってますけど、本当にもう絶対的にすごい人だっていう思いがあるから言ってるんだと思いますし、せっかく太田さんの話になったので、ちょっと僕も持ってきましたから、楽しみ。こちらです、じゃん。ウエストランド井口の太田光のここを見ろ。おお、来ましたよ、楽しみ。こちらです、太田さんなんでそんなことするの。まあ僕らも芸人じゃないですか、天野さんとか、はいはい、いろんな芸人さん見てきてるし、いろんな番組とかも見てきましたけど、さすがにこれなんでこんなことするんだよっていうのがこの番組では特に多いんですよ。そのもう、まあ、言ったらさっきの三谷さんのも、うん、あんな人いないじゃないですか。ゲストに来てくださってる方に、確かにつまんねえなとか、人脈だけで上がりやがってみたいな、うん、一番嫌なこと言う。必要がないんだから、うん、誰が見てもそんな必要ないっていうことをたくさんこの番組でやってるんで、うんうん、ちょっとその行動をまとめましたんで、はい、なんでそんなことするのってすごいな。まずは正体は絶対に秘密、他番組のマスコットが番組を PR しに来た時のなんでそんなことするの。田中だろお前。いや田中じゃない。田中だ。早すぎる。どう考えたって声がお前田中じゃねえか。田中じゃない。え、いやいや斎藤さんですよ。田中じゃないのこれ、ピーちゃん。違う、違います。もうだってやめて、もう本当にマジで。だって俺田中よく知ってるから。ああ、田中じゃないのお前。田中じゃないです。あこれだけはしちゃダメだ。分かんないな。絶対にこれが一番油断しないで。続いてはご当地漬物の味を品評し合う漬物甲子園でのなんでそんなことするの。いい
これご飯ね。これ意味がない。じゃあ量考えなよ。もう後半絶対食べられなくなるんだから量を。ちょっとゴールがわからないもんね。そうそうなんです。これね。さらに。うん、いい音。あ、これはいける。あ、そう。うん。お。飯の量。の感想言わなきゃいけない。おい、あれ全部食ったの？そんな食べるって。キムチ本当合うの？いや、うん、これは、食べ過ぎでしょ。キャシャタイプの芸人がやるボケじゃないですよ。これどんな種類のギャグだよ。よく食べるっていうギャグ。最後は若手芸人になんでそんなことするの？これ前、4、3、2、4。いや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 。すごいじゃないですか。シシュマルさんの股間を握るっていうやつあるじゃないですか。うん、何より触るのも嫌だろっていうのがあるんですよ。そうですね。側も嫌だろっていう。触れて痛い痛いってシシマルさんもやってますけど、うん、じゃなくて触る方も嫌じゃないですか。だから自然でそこに勝者はいないんだよ。握られる方と触るのも嫌だから。冷静に一回なったら全員おかしいんですよ。太田上田好きだっていう人を見つけてきて呼び出して、うん、はい好きなこと語ってくださいって語らせて、うん、でなんかその「そのキッ」のやらして、それを撮ってそれを放送して、うん、いやー早くコロナ上げたら「キッ」握り合いたいですねじゃないんですよ。確かに。なんでそんなことしてんの。確かにな、ね、一回落ち着きましょう。一回落ち着いて、その川上さんの使い方も絶対違うし。いや